毎度もこよい、やややや夜が来てまた目を閉じて今、やややや、そして二人はララララララ俺の曲うらららららら、君が歌うすがだだだだだだ、それを見て Holy love 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 hello I just wanna make a my 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 We just waffling.山口県出身でビートメーカーらしてもらってますイルリンです。よろしくお願いします。イルって言葉はずっとつけたいなって思ってて、でそっからイルっていうのが思いついて考えてた時に雨降ってて、そのままレインってつけたらです。特に面白いことはないですね。地元の方にイベントをやってるジェラルド・パーマンって方がいて、でその方が小倉っていう地域でその熱いイベントを開いてて、その時に日本のヒップホップをまあ聞いてて、初めてなんか椿のライブを見に行った時にパンチラインに食らって、そこから音楽も始めようかな。最初ラップやってて、自分のパンチラインとかにちょっと疑惑があって、ヤマダ電機に行って、それの MacBook を買って、そこからなんかビートメイク始めてって感じですね。したら今に至る。だん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 とのめり込んでって、でその、まあ、ビートメイクを始めたら曲聴いてもビートしか入ってこなくなって、でそっからですね、1年半か2年前ぐらいです。ビジーとターボの、自分はなんかそのシンプルかつ洗練されたビートっていうのを意識してて、でまあ88の置き場所だったりなんかそういうのをいろいろ参考にしたり、ビジーとターボのビートってなんか音数がなんかあんま多くなくて、上ネタも少ない中でドラムをどうこだわって、まあ、こだわる中にも、まあ、ハイハット単調だったりとか、ラップが入るビートを今意識して作ってます。単純にその人と曲がやりたいってまずあって、で、ビート提供するだけじゃ今の日本のヒップホップってやっぱ埋もれるじゃないですか。で、そこで自分がその一緒にやったっていうのを形にしたくて、今回のアルバムやったのはウィークドドス君で、で、そのウィークドドス君ともまあその曲をやりたいっていうのを俺名義でそのシングルで出そうと最初考えてたんですけど、で、それを作って、で、どんどんやりたいやつが出てきて、そのアルバムになった感じですね。で、なんで、まあ、曲を自分から配信する理由っていうのは、ノリです。自分がプロデュースしたら間違いないっていう概念を植え付けたくて、みんなに。自分の作品を、まずこのアルバムを自分のプロモーションとして出して、で、そこからいろんな人をプロデュースして、それぞれのラッパーの EP とかアルバムに提供していきたい感じです。闇島ですかね。闇島も自分で名義で出してましたね。で、オッティロジー。もう自分名義で9フォート出してたり、オッティロジーは一回その家に行って会ったんですけど、音楽を理論的に考えてて、自分って結構グルーヴとノリでビートも曲も作ってて、オッティロジーはバースの始まりの声の入りのアタックが弱いみたいな、ドラムの位置も小節ごとで合わせるんじゃなくてアタックの位置にボーカルに合わせてドラム組むみたいなことやってて、なんかそういう話聞いて勉強になりました。ちょっとこれ言っていいんかわからないですけどもともとそのコロナがなかったら7月ぐらいにこのアルバムリリース予定だったんですよ。でそれでその MV も全部それまでに撮って仕上げる予定だったんですけど、コロナの成果おかげか分かんないですけど、ちょっとメンバーもレベルアップして、なんかアルバム自体もアップして出せる感じで、自分このアルバム作ってる時山口県にいたん で山口県からいろんな地方のやつと作ってって感じですね。ビートをその DM ラインでギガファイル便で送って、そこで何週間後にレコーディングデータが送られてきてこっちにミックスするみたいな。今回そのレイジー君っていうその方にミックス何曲か頼んでるって感じですね。まあ、ウェニー君が一番印象に残ってて、ウェニー君はバック DJ 探してるみたいなツイートをしてて、でそれで自分もノリでやりますみたいな感じで、なんか DM してそっからフォロー来て曲やることになって、でそれで今やらせてもらって恋愛体質ができたって感じですね。であと MC バトルに関してやっぱなんか今否定的な人結構多いじゃないですか。自分は別に MC バトルやってるから曲がダサいとかそういうのは思わなくて、例えば、まあ、アース・ザ・キッドとか、まあ、落ち葉とかも MC バトル出てる人結構いますけど、曲がかっこいいんで自分はそれで曲をやりたいってなってって感じですね。とりあえず落ち葉はリリック書くのが早いですね。シャスボーイってこのスタジオに入って曲作ってること最近多いんですけど、でそこで自分ビート作って、で大体ビートが30分ぐらいで完成して、でそこからビートできたよみたいな、で書くみたいになって書いて気を出して、まあ、自分ちょっとビートで構成組んでた途中に、あもう書けたみたいな、ですぐレコーディングしたら何このパンチラインみたいなが結構ありますね。
まずイルワールドっていうのを今年の1月から制作始めてて9ヶ月制作かかったんですけど、その間に何としても自分の納得いく作品を出したくて、でその時になんかダムパーソンが自分の EP にそのビート提供してほしいっていう連絡が来て、でそこから繋がって、じゃあなんかまあ電話とかして、なんか北海道に住んでるんですよダムパーソンって。北海道の16歳で EP 作るかみたいなノリでなって、もうビートすぐ作って1曲ずつまあ送って、でそのまま向こうダムパーソン飯食ってすぐ撮りますとか言って、飯食ってすぐ撮って30分1時間で送られてきてみたいな、それが5曲詰まったアルバムです。でその中でまあ風磨の小太郎だったりとか、カーズって今横浜でちょっと調子のいいラッパーがいて、その子とかに入ってもらってって感じですね。自分の今の最新のクオリティのビートって感じですね、あのアルバムは。自分が知名度が上がって、それによってなんかそのラップとかビートメイクしたりとか、そういう人が増えたらいいなと思って、こっちに出てきて今ちょっと修行中ですね。まず来て横浜のブリッジってクラブにすぐ行ったんですけど、もうそこ行ったら自分たちがその遠隔でずっとやってたラッパーたちがまあ全員いて、で女の子たちも結構みんな US の曲で踊ってて、やっぱこっちの方は環境が熱いなと思ってちょっと感動しました。それが地元でもいつかできたら、いずれはなんか地元を盛り上げたいと思います。実際に自分がアルバム作って、そこからなんかやりたいって子が結構何か地元で DM とかしてくれて、その子たちもなんかこの間こっちのイベントに遊びに来てくれたりして、お世話になってる先輩もいて、そのさっき話したジェラルド・パーマンさんっていう人も地元からちょっと離れてるんですけど、もともと多分その小倉にヒップホップのカルチャーっていうかあまり結構薄い感じのところから、今もその有名どこをブッキングしてイベント打ってたりとか、客も結構箱パンで入って、でそのいっぱい盛り上がっているところを見てたり、その自分が食らった椿もパーマンさんのイベントでブッキングされて椿のライブで食らってって感じで、そういう人を地元でも増やしたいって思いが結構強くあって、でそれで地元に帰って最終的にイベントをいろいろ打てたり、このこっちでつながったメンバーを地元に呼んでウィンウィンな関係で地元を盛り上げていけたらなって。聞く気になれないんだごめんよ、ふとした時鳴るマイフォン、返す言葉なんてないよ、よくした道のはずが迷子、また画面なんか知らない人たちとトーク、鏡を拭いても、映るのは汚れた体で、朝セットした髪から待って、息つく暇も Nowhere now you know it's time、 新しい服着ても映えるのは画面の中だけで、さてどうしようか明日明後日、アルコールイズルトークでトーク、 you know it's all。自分の制作するのはドラムも全部最初は単調で、で上ネタも入れて、まあその最低限の自分がやりたいそのフローをやってほしい、そのドラムの組み方を最低限作って、でそれをもうずっとワンループで送るんですよ。でそれワンループで送って、ラッパーに好きなようにフローをはめてもらって、そこからドラム打ち直したり、音抜きだったり、音を数増やしたりだったりとか、でそこからちょっとなんかラップと合ってないなと思ったら上ネタ打ち替えたりとか、でそちょっとそのミックスに時間がかかりますね。ビート作ってレックまではすぐなんですけど、そこから曲のクオリティ上げるためにいろいろ試行錯誤してみたいな感じです。ドラムの配置とかは結構もうなんか自分ずっと US の曲聴いても最近ボーカルが入ってこなくて、そのドラムの位置だったり88の位置だったりずっと聴いてますね。で上ネタの音数だったりとか、オクタビアンのラリって曲、フェラーリに関してのリリックなんですけど、あのビートはやばかったですね。もう自分食らって最近もずっと聴いてますね。まずは落ち葉ですね。で落ち葉はそうですね、一緒にレコーディング今ずっとしてて、でその自分でしか持ってないデータで最近気に入ってる曲があって、それもずっと電車の中で聴いてしまうって感じです。でもう一人はずっと地元の時からサンタが好きで、でそのサンタって哲学っぽい話をずっとしてて、でその哲学のそのパンチラインを並べてて、すげえ遠回しに歌詞をリリック見ながら聴いたら、こういうことやったんやみたいな、そういうのが結構伝わってくる、リリックにこだわってる人が好きですね自分は。あとそのまあドナテロマサ君もずっと地元の時から好きで、そのマサ君ってなんか日本なんかザ日本のアーティストって感じで、彼女と一緒にいる動画だったりとか、でそのまあ歌もその彼女のことを歌ってたりとか、そのまあ日本っぽいっていうのも好きですね。やっぱ心に響く感じで、国外のアーティストはガンナを最近ずっと聞いてて、でガンナのあのサッとな感じの EP も今ちょっと制作中で進んでます。最近結構ビートメイク始めてはエレクトロ結構聞き出して、フォーテッドっていうちょっとアーティストがいて、なんかそのちょっとハウスっぽかったりエレクトロだったりいろいろ作ってるんですけど、なんかフォーテッドのベイビーって曲があって、ドローンでずっと綺麗な景色を追ってる
MV でなんかその人も何も映らないですよ、ね、綺麗な景色が延々と映って、その四つ打ちのハウスっぽいビートで MV が出てて、でそれがもう結構自分の中ではもう吸い込まれていく感じで、ちょっとまあ自分もヒップホップとして落ち着いてきたらちょっとああいうのもやってみたいなって今思ってます。なんか自分の中でその若い子たちをフックアップしていきたいって気持ちが強くて、なんでまあサンクラ勢で止まってる子たちとかをその自分がプロップスできてきたら、その子たちをフックアップしていけたらなと思ってます。なんでまあ各地方のサンクラで曲を上げてるかっこいい埋もれたやつらをディグって、これから余裕が出てきたらその子たちとまあ EP アルバムとか作れたらいいですね。クレオパトラってもともと名義でやってるんです。ギャングパトラって今名前でやってて、で自分最初サンクラでも EP1 個出してるんですけど、アルバムかで、その時に入ってもらってるんですけど、その子は結構やばいですね。今もなんかそのイルワードルドとか、そのこの間のダウンパーソンとの EP も作りながら、その子とはちょくちょく制作してる感じですね。まず声がいいんですね。声が良くて、でそれに対してのラップのはめ方もめっちゃ気持ちよくて、でめっちゃ気に入ってます。これからはこっちでつながったメンバーで EP とかが作れたら、ちょっとそうですね、そのメンバーはまだここでは言えないんですけど、ちょっとそれは楽しみにしていただきたいです。まあ、結構ビートメイクもラップも今の時代ってサンクラでも曲が上げれて、まあ、誰でもできるじゃないですけど、やろうと思えばできるんで、ちょっとみんな音楽が好きな人はみんなそのメイクの方に関わってほしいですね。やっぱメイクすればリスナーも増えて広がってヒップホップも盛り上がるんで、みんなでヒップホップを盛り上げていけたらなと思ってます。